第56回関東サッカーリーグ一部第2節、南葛 SC のホーム開幕戦を迎えました。葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場にサポーターの姿が戻りました。上限1000人のホームのチケットは数日前に予約で埋まりました。今日はご自宅でスマホで応援される皆さんに南葛 SC の戦いぶりをライブ配信でお伝えしてまいります。解説は岩本義弘ゼネラルマネージャーです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は私藤井貴彦でお送りしてまいります。ホーム開幕を迎えました。どんなお気持ちですか？もう本当にホーム開幕、しかも久々の開幕のホームということで、ちょっとやっぱり感慨深いものありますよね。そうですね。そしてこうオープニングセレモニーでね、矢部さんが来ていただいていて、はい、華やかなスタートになりますね。そうですね。矢部さんとあと青木区長、はい、まあ、区長が急遽スケジュール合わせてきてくれたのもとてもありがたいですね。そうでしたか。今日はですね、南葛がホーム奥戸にジョイフルホンダつくば FC を迎える第2節です。さあキックオフセレモニーが行われます。3人でのキックオフセレモニーというのもなかなかないですね。そうですね。今日は有観客ということで会場に大きな拍手が巻き起こっています。皆さん大きな拍手でお送りください。記念撮影が行われています。岩本さん、第1節、南葛 SC は1対1の引き分けということで先制をしながら追いつかれたゲームでしたけれども、はい、第1節を、含めて第2節開幕ですけれども、どんな戦いを見せてほしいですか？そうですね、ドローには終わりましたが、はい、開幕節もかなり前半から質の高いサッカーをできていたので、はい、まずはああいう形で前半から良さを出して、はい、でここやっぱりホームではきっちり勝ち切って、今シーズン初勝利を挙げたいですね。はい、そして今画面の上の方にも映っていますが、向こうに川が見えますけれども、立ち見席のような形で、ね、多くの方がこのピッチ上を見つめています。有観客でのホーム開幕、どう見てますか？そうですね、本当この芝生席自体を開放するのも初めて の, ことなので、南葛の試合ではですね、はい、なんでなんかこの光景結構感慨深いものがありますね。そうですね。今日はですね、ホーム側では1000人、そして、アウェーのチームにも、座席が用意されているということで、かなりですね、多くの方がピッチ上を見つめているということになりますが、もしかすると観客席でこのライブ配信をご覧になっている方もいらっしゃるかもしれません。直射日光かなり強いのでね、日傘などを使いながら観戦を安全に続けていただきたいと思います。さあ今日はですね、ツートップに佐々木と楠上入りました。佐々木がこのホーム開幕での先発、どんな期待をしますか？前節は、ベンチからのスタートということで、はい、後半からさ出場でしたけども、はい、昨シーズンもホーム開幕で佐々木は2ゴール決めてるんですね。そうですね。その試合で怪我してしまったんですが、なんでここの注目度集まる試合だったりっていうことにとても強い選手なので、はい、うん、今日はゴール期待したいですね。そうですね。そして、スターティングメンバーをご紹介してまいりますが、ゴールキーパー大河原です。ディフェンスラインは下平、そして今野、三原、長澤です。ボランチには相澤が入りました。そして伏瀬とコンビを組みます。左に宮澤、そして右に、関口です。ツートップに楠上と佐々木が入りました。そしてサブのメンバーです。ゴールキーパー飯吉、そしてディフェンスには湯、加藤、中村、そして荒、玉城、森山が入りました。このサブのメンバー、非常に新加入の選手も多く若い選手揃えてますが、この点どうでしょうか？そうですね、ディフェンダーの龍、はい、あと、一番の荒、はい、フォワードの森山、この3人が、はい、大卒新人なので、そうですね、4人のうち3人がベンチに入るという、はい、そうですね、なかなかこうフレッシュなメンバーなんですが、実際今日かなり暑いので、そうです、足が結構早めに止まる可能性があるので、ここら辺の大学生が活躍してくれるんじゃないかと個人的には期待してます、ね、はい、なるほど。そしてサブに入った中村は今日対戦相手になりますつくば FC から新加入したという選手ですね。です、はい、この選手どういう選手ですか？かなり独特なドリブルを武器とする選手ですし、はい、去年対戦相手のつくば FC の主力メンバーだったので、そうですね、そういう意味で言うと、はい、分かっている選手もいるでしょうし、うん、
中村翼の活躍にも期待したいですね。そうですね、まあ、中村はつまり関東一部を1年間戦ってきた経験を持って、はい、この南葛 SC で関東一部の戦い方を見せるということになります、はい、そしてジョイフル本田つくば FC のスターティングメンバーです。ゴールキーパー21番の水野、ディフェンス登録は徳武駒崎、そしてミッドフィルダーの登録ですが木本、日岡、増田、高高、須田、フォワードは3枚登録があります。宮本、熊谷、そして郡司。サブのメンバーゴールキーパー阿久津、ミッドフィルダー10番の菅谷が今日は、サブからのスタートになります、15番の日高、24番の郡、そして25番の桑田、フォワード登録2人189センチの石橋オビオラ、そして23番の伊藤が入っています。今回やはりジョイフル本田つくば FC というのは関東一部での経験が非常に多いということで、関東一部の戦い方というのを熟知してますよね。そうですね。なんで、まあ、はい、我々は昨シーズン全国社会人大会のカップ戦で、はい、対戦してまして、その時には逆転負けを喫してるんですね。そうですね、はい、なんでそこの借りを返す意味でも今日はきっちり、はい、勝ちたいですけどね。去年の6月13日にひたちなかで、全国社会人の関東予選2回戦が行われまして、村越が先制ゴールを決めたんですが、その後3失点で敗れるという戦いになりました。まあ、そういった意味でもその時に戦っている選手が、筑波 FC にはいるということで、戦い方、相手に対する戦い方というのも南葛 SC はやはり考えなければならないという状況です。まもなくキックオフまであと5分を切るということなんですけれども、南葛 SC が画面の左手そして右手に筑波 FC ということになりました。岩本さん、ブルーのユニフォームとね、そして南葛の白いユニフォーム、今日の快晴の天気とね、非常にマッチしていい戦いになりそうですね。いや、すごいこう見てる人も気持ちいい感じですよね。はい、うん、さあキックオフまであと少しお待ちください。まあ、どうしても注目を集めてしまうのはしょうがないので、はい、まあ、そういう、まあ、向かってくる相手をやっぱり倒してこそ力もついていきますので、はい、なるほど。まあ、このあたりは相手に警戒をされている中でもやはり勝ち切っていくということが非常に大切です。関東2部の戦いも、第1節は引き分けと、そしてホーム開幕での勝利を収めているということで、もうこのホーム開幕はやはり勝ち点3がどうしても欲しいところです。さあ今ピッチに両チームの選手たちが散りました。画面の右が筑波 FC、 そして左が南葛 SC ということになります。森監督は筑波 FC について勢いがあり守備も粘り強い、このように評しているというところです。森監督からのメッセージをまず皆さんにお伝えしてまいります。いつも応援ありがとうございます。無観客のシーズンも SNS などで見ていただいたことを感じていました。有観客は選手もいつも以上の力が出ます。一緒に戦い一緒に喜びましょうというメッセージを森監督からもらっています。どうでしょう、岩本さん。そうですね、まあ、本当に森さんってすごくこう出てる選手だけじゃなくて、はい、ベンチだけじゃなくて、うん、ベンチ外の選手も、はい、スタッフもみんなでこう戦おうっていうんで、まあ、そのファンサポーターの皆さんにも一緒にという、まあ、そういうメッセージですね。なるほど。まあ、そして今日はベンチ外の選手たちも実はこの競技場の外側でチームのグッズを売って、はい、出ていない村越選手なんか一番大きな声張り上げてね、はい、チームグッズ売ってましたよ。やっぱり村越は、はい、まあ、開幕節は試合にも出場してるんで、逆に今日ベンチ外なのとても悔しいと思うんですが、それでもこう、はい、逆に切り替えてやってくれてる姿にちょっと僕も感動しましたね。うん、そして今日ゴールマウスですね、あれを運んでくれたのはアカデミーの子どもたちということで、やはり手作りのね、南葛 SC の戦いがこのホーム奥戸で繰り広げられるということになります。センターサークルの中央にボールが置かれました。キックオフは筑波 FC で行われます。筑波 FC は 3-5-2 3バックでの戦いということになります。さあ間もなくキックオフです。
さあ今キックオフになりました。筑波 FC が南葛 SC 陣内に長くボールを蹴り込んでいます。ボールはラインを割っていません。27番の長澤が前線にボールを送ります。ここに楠上です。少し太陽が目に入るような位置になっています。さあ立ち上がりということになりますが、まずはですね、山本さん、ボールをつないで敵陣でプレーしたいところですね。そうですね、本当に監督も直前のミーティングでも言ってましたけど、はい、もうとにかく相手陣地でプレーしろと、うん、さあそれができるかどうか三原です。そして左に下平、左足で軽くトラップしました。縦ボールを送ります。11番の楠上、うん、かなり落ち着いた入りしてますね、はい、楠上が中に、うん、楠上ドリブルで入っていく。逆サイドをまだ使うことはありません、うん、今筑波 FC がディフェンスラインに5人の選手を配置している状況になっています。後ろに落として、うん、いやかなりいい入りしてますよ今、はい、相澤です。左からどこに穴があるか、どこにパスを通すかを探りながら前半を進めている。スルーした楠上、うん、もう一度佐々木、相澤、右へ関口、開いている長澤を使う。中を使っていますが、ここから低いボール、コースがありました。クリアします筑波 FC。 相澤がちらっと後ろを見ます。後ろを見たところで今野を使いました。今日初タッチ、右へ開いています。長澤とのパス交換になりました。おっと狭いところを伏せ、3人に囲まれても落ち着いたトラップを見せます。今野左を使う、前が空いている。下平、これは直接シュートを打つような形になりました。立ち上がりどうでしょう。いやすごくリラックスして試合に入れてますね、はい、今佐々木が前線からチェイスをしていきます。長澤、そして相澤、縦に長いボールを送りますが、これはゴールキーパーキャッチをします。いやホーム開幕でこれだけのお客さん来てるんで、ちょっとこう硬くなるかなと思ったんですが、はい、かなりみんなリラックスして入ってますね。そうですね、うん、まあ、前半はまだ筑波 FC がパスを交換するというシーンはありません。南葛がボールポゼッションをやはり小気味よく進めているという状況です。佐々木、そして下平、ボールを入れる、ここは筑波がボールを奪います。ディフェンスラインの裏にボールを蹴り込んできますが、これはラインを割ります。27番の長澤です。長澤とこの関口の縦のラインですね、うん、この辺りからチャンスを生み出したいところ。前節開幕節はかなりその2人の絡みからのチャンスがありましたからね。さあ佐々木、前節は石井と楠上のツートップということになりましたので、やはりボールを地上で転がしていくシーンが多かったんですが、うん、佐々木が入ることによって長めのボールも蹴っている感じがありますが、どうでしょう。やっぱり佐々木はそこの、フィジカルの強さの部分もありますので、はい、長いボールでも全然大丈夫です、はい、このようにボールを蹴ってきて、佐々木の前ゴールキーパーです、後ろを狙うことによってやっぱり中盤のところが、はい、スペースが空きますので、なるほど、やはり佐々木に上げるボールを使っていくことで、パスを出すスペースというのが生まれてくるということになります、これいいですね、いいプレッシャーかかってますよ、はい、関口、今野、おっと裏に入られた、うん、11番の宮本です。落ち着いてる。これは下平、よくボールを奪った。相澤から左へ、前のスペース空いた、これ宮澤ですね。宮澤からヒールで送って、ここに伏せ、後ろに下平、伏せが下平を使う。もう一度作り直します。中に相澤が寄っていく、下平が上がった、さあこれはラインを割る前に触りましたが、ゴールキックに変わっています。非常に落ち着いた前半の入りですね、うん、今最後のボールがちょっと長くなりましたけど、はい、3人目の動きで下平匠が駆け上がってそこに出ましたから、はい、いい展開ではありましたね。下平も自分で話していましたけれども、ガンバ大阪など J リーグで13年間プレーをしてきたという選手です。南葛ではサッカーをさせてもらえるありがたさを感じていると話しています。今野、この辺りの今野の後ろからのですね、もう圧をかけるディフェンスですね、今ファールになりましたけども、はい、やっぱりあそこでしっかり抑えているの大事ですよね、最終ラインに日本代表経験のある今野を入れているという南葛です。
しかしポイントはその今野のプレーの後ろの部分だったようです。今今野がラインを上げたところ、さあ後ろからこれはうまく三原、これはファウルはありません。ゴールキックに変わります。ファウルはありません。まあ、対戦相手は必ずこうやって後ろのスペースを狙ってきますので、そこのところの対処方法が非常に重要なポイントになりますね。はい、さあリスタート、ここで今野です。今日は立ち上がり左サイドからボールを運んでいくシーンが多くなっています。下平、今野とのパス交換。今週練習など何度か見に行ったんですけれども、最終ラインとトップの距離感についてやはり注意していたようですね。そうですね、前節やっぱり後半、はい、特にそこの間延びするような形になってしまったところから相手にチャンスを作られたので、はいはい、さあこれは軟活ボールに変わっています。そこのところの修正ですよね。はい、うん、ボールはラインを割っていません。長澤、そして三原、早いパスですが右のアウトでボールコントロール。ベガルタ仙台でプレーしていた関口、最終ラインから裏、この辺り裏を狙ってくる。あっと手が出た、ハンドになりました。今結構濃いのハンドなんだね。はい、今ボールの方向を変える、100%応援解説としては今のはもうカード出してもおかしくないプレーですね、はい、そうですね、うん、しかしカードは出されませんでした。南葛のボールポゼッションが続いている前半です。前半7分になるところです。三原、三原と今野の2センターバック、ポジションを右に左に変えながら最終ラインどっしりと守っています。下平、そして伏せです。今日も伏せはソックスを少し下げ気味でのプレーです。三原、相澤、ここをどう打開するか。ボールを奪われました。また裏を取ってくる、今野がここにいる。体の入れ方見事です。関口、狭いところ、おっと高い位置でボールを奪われそうになりましたが、長澤、このあたりつくば FC のプレスもやはり強いですね。うん、そうですね、伏せを戻して左を使います。ここまではパスが通りますが、この先のアイデアです。さあ下平、寄っていく宮沢、伏せ、ターンして中を使う相澤、縦へパスを入れる。しかしもう一度ラインを戻す。この位置から縦にパスを入れたところを奪われて裏を狙うというシーンが2つ続きました。狭いところ、伏せ、関口が取りに行きます。やはり山本さん、ボールをつくば FC は取った瞬間に裏のスペースに蹴り込んでくる傾向が多いですね。うん、そうですね。ドリブルでくすかみ、左下平、縦くすかみ、中へ、これは大きくなりました。このボールをどちらが取るか、うん、これはつくばの足に当たりました。アンラッキーですね。今ハイザーが寄っていく、ライン際、このあたり、ああ今野、いやさすがですね。さすがです。見事にうまくスペースを消してタッチラインを割りました。まあ、ここまでどちらも、まあ、南葛はポゼッション、そしてつくば FC は奪った後裏のスペースにボールを蹴り込んでいくと、狙い通りのプレーが行われている開幕、ホーム開幕を迎えました南葛です。さあここからどう攻めていくか。第1節は前半の9分に左サイドから崩しまして、クスカミの左足のゴールが決まりました。前半は1対0で終えた南葛です。さあ関口、伏せ、ボールを奪われました。左サイド、もう一度関口がボール取り返します。やっぱりあそこら辺の強さはさすがですよね、はい、関口はね。今野、下平、今日は左サイドの下平のボールタッチ数が多くなっていますが、この前が塞がれている状況です。
長澤高い位置を取っている。伏せ寄っていく。ここに関口、伏せ裏を使いますがクリア。三原、下平がゆっくりとボールを持って佐々木が走り出す。裏に佐々木、トラップして打てるかどうか。これはゴールキーパー抑えました。今のプレーどうでしょう。いや、いいボールでしたね、はい。うん、まあ、でも相手もしっかり2人で対応してましたね、はい、そうですね。今野、足を出した。いや、何気ないプレーですけど、今2人3人を相手にしてね、うん、ボールをかき出しました。アタッキングサードにボールをパスで持ち込むことができていない南葛です。三原、縦、さあ佐々木、うん、右の関口が動き出す。ファーサイドには宮澤がいる。ドリブル仕掛けるか、縦入れる。さあ、くすかみ、長澤、クロスボール、ファーサイド、届くかどうか。いいイメージのボールでしたけどね、はい。まあ、相澤の持ち味は、はい、あのロングキックの正確さなんですよね、はい、しかもタイミングが早い、うん。まあ、ピッチ上ではほとんど風は感じないでしょうが、やや画面の左から右に流れている現在の風の状況です。ゴールキックでプレーが再開されました、うん。今野、三原です。そして伏せ、縦へのボール、伏せが取りに行く。うん、いや、ここは今野、さすがです。相澤、縦に入れた。くすかみから相澤、走り出した佐々木、これはつくば FC。 ターンするところを狙っていますがうまくかわされました。さあ、ライン勝負している。これはそうですね、まあ、ボールに関与していないということでプレーが続けられます。あのあたり南葛の最終ラインがすっと一瞬ラインを上げます。下平、まあ、今野もあの今まで自分がやってきた守り方と南葛の守り方が違うので、うん、そうですね、フィットをするのにやはり努力が必要だと話をしていました。非常にハイライン、高い位置での守備ラインを引いている南葛です。あった。いや、惜しいですね。いいアイデアでしたけどね、今。はい。宮澤がトラップで一気にこう抜こうとしたんですね。うん、おっと、ここで低いボールを使ってきました。筑波、縦、相澤がプレッシャーに行く。うん。これはボール取りました。このね、つなぐサッカー向こうもやってきてくれると、はい、うん、かなり南葛にとってはいい展開になるんですけどね。はい。ファーサイド、関口、右足でトラップして、おっと、これは惜しかった。ボールコントロール少しだけずれましたが、飛び出し、そしてスペースを感じるというこの関口、コーナーキックになります。関口の、ね、キックがなかなか、はい、開幕節は、糸も止まらなかったですけど、はい、とてもいいキック持ってますからね、ここをちょっと期待したいですね。そして今日は気温が25度まで上がるというところで、コーナーキックのこの瞬間に水を補給している選手が3人います。さあ、今野が上がってきました。今野はペナルティのマークのすぐ後ろです。まあ、今日は佐々木がスタメンでいますので、はい、今野がより低いボール、惜しい。これは南葛ボールです。さあ、狭いところ伏せ、長澤、そして相澤、三原、今野、伏せ、ここはくすかみが取りに行く。長澤、後ろから取りに行く。いや、すごい。これは
オフサイドエリアにいるということで反応をしませんでした筑波 FC、うん、さあ下平ラインコントロール今のところいいですよね、はい、うん、佐々木がセンターからそして向こうサイドのエリアでプレーするようになりました。ここをクスカミがチェイスに行く。また裏を使ってきた。これはオフサイドがない。中に1人選手がいる。間に合っていないか。どうか。直接打った。ゴールキーパーを抑えてゴールマウスに戻る。ここは三原シュートを打たれましたが三原が前線にボールを送ります。クスカミ危ないシーンでした。危なかったですね、はい、やっぱああやって入れ替わられた時ですよね。いやでももうちょっと向こうも早く出してたらかなり決定的でしたけど。そうでしたね。お、直接打ってきた。どうか。ポストの左。このあたりが相澤のキック力いかんなく発揮されているところですね。入ったと思いましたね、はい、よく見ていましたがわずかにポストの左。さあここは三原。おっとこれは後ろからのチャージになりました。相澤です。前半の16分を経過しました。両チームとも得点が入っていません。伏せ。クスカミまだボールを持っている。長澤裏に関口回り込む。伏せがここまでポジションエリアを広げている。クスカミが寄っていく。その前に長澤を使う。佐々木がポジションを微妙に変えている。寄っていく佐々木。左下トラップ。切り返すところボールを奪われました。さあ筑波 FC があっとこれは足がかかりました。これは下平の足がかかったでしょうか。主審はカードを手にしていません。これはファウルです。両チームとも、まあ、筑波 FC は決定的なシーンを作り出しました。一方南葛は宮澤のロングシュートであと1点あと少しというところまで来ています。立ち上がりの戦いぶりから南葛が少しずつディフェンスラインの裏を取られるシーンがいくつか見られていますがまだ得点は入っていません両チーム。三原です。関東一部リーグは10チームで争われます。全18試合で優勝を争います。南葛は第1節引き分けたということで4位タイ。そして筑波は1敗を喫していますので10位ということになっています、うん、関口くつかみドリブルでいくか。クリアになりました。関口がやはり袖をまくり上げているところを見ると、うん、今日は相当暑そうですね。まあ、でも関口が絡むとかなりチャンスになりますね、はい、うん、さあ狭いところ長さ上がっている。ここを蹴らせていない南葛。相澤へ行く。これは南葛ボールになっています。三原相澤今野から三原縦へ、うん、くすかみあっとここは息が合いませんでした。今日は画面手前の長澤のオーバーラップが非常に目立ちますね、はい、開幕戦はねやっぱりかなり緊張したみたいですね。あ、そうですか、はい、まあ、昨シーズンも、はい、入れ替え戦の1試合しか出てないので、はい、っていうのもあって開幕、まあ、スタメンということもあり、うん、まあ、スタメン自体が初めてだったんで、なるほど、うん、まあ、後半やっと落ち着きましたけどやっぱり確かにちょっと前半ちょっとプレーがこう、はい、ふわふわしてるというか、うん、
まあ、ミスが多かったですね。この裏を使ったボールはこれはオフサイド、今ボールに関与したシーンでオフサイドになりました、うん、これもう関与して追ってる時点で上げていいんですけどね、はい、あの VR はないわけですから、これ、うん、第一節の時も岩本さんもっと早く上げてくれと、いやいや本当あれだってどう考えてもかけてますからそうですねということで、旗が少し上がることを願いつつ、第二節ホーム開幕を迎えている南葛です。伏せ、最終ラインからどう展開していくか、今2センターバックが2人残って大きく開いて今野へのパス、下平、ここを打開したいところ、伏せ、長いボール使った佐々木の前、裏を使ったつくば FC、打ってくるか、足を出す、これは最後はコーナーキック、今長澤が最後筑波 FC の選手に足に当てて出したようにも見えましたが、うん、まあ、レフェリーもちょっと 見えづらいポジションでしたね。そうですね、副審がファーサイドにいるという位置です。さあコーナーキックです。南葛 SC は楠上一人を残して伏せがペナルティーアークのすぐそばにいます。それ以外の選手はペナルティーエリア内に入っています。筑波はペナルティースポットからニアに走り込んでくる選手が一人、どうか方向を変えているところ、ふわっと浮かしたヘディングでクリア、下平、まだ筑波 FC ボール、ここは今競ったのは今野でしょうか、やはり強い、うん、岩本さん、やはりディフェンスラインの裏側にボールを出してそこでの勝負になっている筑波 FC の攻撃が少しずつこう、うん、効果を発揮してきましたね。いやそうですよね、逆サイドの、はい、あのオフサイドになってないところから、そうですね、そこの裏に出してっていう形、はい、まあ、徹底してて、これ前節も結構東方チタニウムが同じようなボールを出してましたよね。まあ、当然こっちがポゼッションしてるんで、はい、そういう攻撃をしてきますよね。しかもハイラインにしてますんで、はい、前半23分になるところ飲水タイムになりました。今日は気温が非常に高いということで、水をですねコーナーキックの際にも手に取るという選手が数人いました。ここまでの戦いぶり、岩本さん、前半23分までどう見ますか。いや、まあ、やっぱり簡単な試合にはならないなっていう、そういう印象ですよね。やはり筑波 FC は、昨シーズンは関東一部8位ということですが、2015年から8年目のシーズンということになっていますので、関東一部の強度、強さ、戦い方、うん、よく分かってますね。まあ、かなり選手も今シーズン入れ替えてきてるんですよね、はい、そうですね、まあ、そういう中ですけども、結構鍛えられてるチームだなって感じます、はい、さあ南葛、まあ、ここまで、新加入の選手で言いますと、今日は今野と関口がスターティングメンバーです。一方稲本、そして井ノ葉という日本代表経験者を加入させている南葛ですが、この2人について岩本さん、今、まあ、調子の回復も含めてどう見ていますか。そうですね、まあ井ノ葉は合流が遅れたんで、はい、まあ、でもようやくコンディションが上がってきてるというふうに見てます、はい、で稲本もはちょっと怪我したんですけども、はい、回復してきたんで、うん、もうそろそろ可能性あるかなという感じですかね。そうですね、あの練習などを見ていましても、うん、ダッシュを繰り返していると、あのボール回しなどには加わらない練習が行われていますが、かなり強度を上げてきているトレーニングを進めている稲本です。ちなみに今日は、はい、今日の夜のジャンクスポーツに、まあ、稲本、今野がすごいたくさん出ますんで、はい、まあ、高橋先生も出るんですけど、はい、なんでそこでこう一足早く元気な躍動している姿を、なるほど、はい、番組宣伝もしていただきました、はい、
さあここからどう攻めていくか、両サイドバックが高い位置を持っている、うん、いいですね、さあここを使ってどうするか、うん、と、非常に高い位置を両サイドバックが取るようになりました南葛です。まあ、今飲水タイムで水を飲む時間ではありますけれども、頭を整頓する時間でもありました、ね、そうですね、はい。まあ、一応飲水タイムの指示は禁止ということになってるんですけど、まあ、声かけるぐらいはできますんでね。はい、今野、おっと後ろから、まあ、このあたりは日本代表でやってきた今野の非常に厳しいチェックを受けているつくば FC になります。走り出す、今の長さはいい対応ですね、はい。さあ高いラインの裏を使ってくるというつくば FC の戦いです。ここで入れ替わるか、切り返した、今ゴールの前を横切るようなパス、これは高く足が上がりました。27番の長澤は大丈夫のようです。ちょっと危ないプレーですね、はい。今日は奥戸総合スポーツセンターに多くのお客さんが入りました。有観客でのホーム開幕戦になっています。伏せ、おお、佐々木よく足を出した。関口が走り出す、長澤がそれを見て中にボールを送る、立ち上がった伏せ、中にボールを送る相澤、左で下平が待っている、その前に楠上が降りてきた、横で宮澤がボールを呼んでいるが、左の下平、中に入れる、伏せがここまで上がっている。しかしゴールに近づくほど狭いエリアになっていきます。最終ラインに5人を並べているというつくば FC の守備、ここから3バックに戻ってつくば FC は両サイドを上げていきます。そしてこのようにスペースを使っていくところ、7番の平岡、関口戻ります、佐々木もボールを取りに行く、この佐々木のチェイスがあったからこそボールが南葛に変わりました。あそこの前線からの激しいチェイスというのは佐々木の持ち味ですよね、はい。まあ、佐々木は開幕戦引き分けで悔しい思いをしたという話をしていました。数年ぶりの奥戸での有観客のプレー、奥戸はいいイメージがありますので、頭ではなく足で得点を取りたいというふうに話をしていました。宮澤、頭でもいいですけど ね、 あ、ぜひ1点取ってもらいたいところですね、はい、場所は問いません、手以外のところで得点お願いします、はい。さあこれはラインとの勝負して、今フラッグ上がりました、オフサイドです。ツートップで言いますと、クスカミとのコンビについて佐々木は、まあ、プレースタイルが正反対なので、お互い補完し合えるいいコンビになるんじゃないかというふうに話をしていました。まあ、今日は佐々木が前のボールに走り込む、一方クスカミは一列戻ってパスを受けるシーンが多いですね。伏せ、右足の裏で、あっとこれはボールを奪われた、縦にボールを送る、これは27番の長澤が、そして伏せ、伏せのプレーエリアが広くなってきました、うん、ヒールで後ろに送って、うん、今うまかったですね、はい、佐々木、ファーサイドに関口がいる、あ、乱れた、もう一度、いやコントロールが乱れましたけどね、もったいなかったな、はい、おしかしもう一度、これはコーナーキックになります。すごい、佐々木がゴールラインを割りそうなボールをつくば FC のディフェンスに当ててコーナーキックを獲得しました。あのあたりの粘りですね。いや、その前のドリブルがすごかったですね、はい、ほんの少しコントロールが乱れました、うん、最後のところですね、はい。さあコーナーキック、人工芝なんでああいうのあるんですよね。なるほど、人工芝といいますと、この関口も人工芝への対応には苦労をしているという話ですが、2戦連続の先発関口コーナーキック、
さあ今野と佐々木が並んでいます。今野がファーサイド、そして佐々木の前だ。今野ヘディングシュート、うわー惜しい。いや今うまく佐々木が引っ張って今野がフリーになったんですけどね、はい、もうちょっとボールなかったらって感じでしたね、はい、やっぱり佐々木がいるといないじゃ今野が点取る可能性っていうのもまた変わってきますよね。なるほど、やはり今野と佐々木両ターゲットがあるということで照準を絞りにくくなるという状況もあります、うん、おっとボールが取れるかどうか。今野潰しに行く、あっとこれはイエローカードになりそうだ。今野に対して1枚目のイエローカードです。今縦にいいボールが入っただけに今野がここで潰しておかなければならないというプレーだったでしょうか。最初の多分チェックのところじゃなくて、はい、その後のところで引っかかっちゃってるんですよね。なるほど、あれが、まあ、後ろから引っかけたという形になっちゃったんで、うん、まあ、イエローカードですね、はい、今日両チームを通じて1枚目のイエローカードになりました。今シーズンで言いますと第1節の東方チタニウム戦で玉城が1枚イエローカードをもらっています。長澤、うん、宮澤と関口が、宮澤とポジションが今逆になってますね、はい、これは相手セットプレーでしたので、まあ、ポジションをあえて逆にしたということでしょうか、うん、多分そうじゃないですかね、はい、三原が競っていきます。いやこの三原もよくセンターバックやってますね、うん、まあ、本当本職はサイドバックと思えないぐらいずっとセンターバックやってますけど、はい、これはつくば FC の選手に当たってラインを割っています。前半の32分を経過しました。0対0です。うん、佐々木が戻ってきて伏せ、このエリアでのボールの奪い合いになっています。さあ今南葛 SC サポーターから拍手での応援が始まっています。ゴール裏、今度が足を出す。しかし筑波 FC が前にボールを送ります。相澤、ここから左下平走り出す。おっとこれは宮澤がボールを取りに行くところです。長澤、伏せ、関口手を開いているがハンドの判定はありません。関口ここは強い、切り返す。まだボール奪われません。長澤、三原へ、どこから攻めていくか。縦パス、伏せ、うまい、中へ、どうか、スルーした。佐々木、いやー惜しかったですけどね。今ポジションを宮澤と関口がまた戻したようです、うん、またボールを蹴ってくる大河原。南葛のゴールキーパーにはこういったプレーが求められて、やはりゴールキーパーの中でも足元を求められるチームですね。そうですね、はい、それはまあかなりそうですね、はい、最終ラインのすぐ後ろに大河原が、まあディフェンスのもう一枚としているような状況も試合中はしばしばあります、まあ、なんである意味補強のポジションとしては一番難しいですね、はい、足元がうまいゴールキーパーってそんなにいないので。うーん、佐々木、お、関口打つか、打ってきた、もう一度、うん、ちょっとフェイントを入れて相澤強い、うん、うまい、縦へ抜けた、くすかみ届くか、うん、しかしその前の相澤のボールコントロール見事でした。いやすごかったですね、はい、さあこの辺りから少しずつ打開をしたいと考える南葛です。
前半の35分になるところ、またロングボール、しかしこれがやはり南葛にとっては脅威となっています。敵陣深いところまで蹴り込んで陣地を回復した上でのつくば FC のプレーになります。縦入れる、ここは下平うまく体を入れました。両者もつれて倒れましたがゴールキックです。さあゴールキックからプレー再開されました。下平、今野、伏せです。下平ちょっとボールが浮いた、しかし佐々木にボールをパスを出して、佐々木奪い合っています。ラインは割っていません。おっと、泥臭い戦いが展開されています。さあ分厚い筑波 FC の中盤、そしてディフェンス陣をどうやって崩していくか。くすかみ、今野が頭を上から出します。関口、長さ上がっていました。ファーサイドに下平も上がっているぞ。クロス上がるか、ファーサイド、その下平の前ですがラインを割りました。これはゴールキックです。長さ今よく振り切りましたけど、ね、そうでしたね。第一節は緊張していたという岩本 GM の情報がありましたけれども、第二節ホーム開幕は非常にポジションを高く取って攻撃に参加しています。後ろから足を出す、挟んでいく、これは南葛ボールになります。くすかみ、これはラインを割っていません。狭いところ長澤作り直します。関口ブリック、もう一度伏せ、ここ気をつけたい。はい、ライン勝負しています。縦に要求している筑波 FC、 ここは三原がうまくスペースを埋めた。今野前を向く、相澤、非常にがっぷり四つのいい勝負になっています。うん、佐々木、下平、宮沢と佐々木、下平が上がっているぞ。そのスペースを伏せがうまく埋めています。ポジションをいろんなところに変えてくる下平、そして長澤、両サイドバックです。前を見る相澤、横を使ってスルーした関口、後ろが見えている。長澤クロスボール、これはクリアがサイドラインを割りました。まあ、イメージとしてもうちょっと高いクロスを蹴りたいんでしょうね、今ね、はい、入れるタイミングが悪くないと思います。うん、伏せ、相澤、関口走り出す、縦伏せ、ファーサイド佐々木、どうか、佐々木の上、今野が競っています。くすかみ、相澤、佐々木がサイドのポジションを取っている。アウトサイドで狙った宮沢が中にいる。体をぶつけています。今野、前を向かせない、前を向かせません。
ここで筑波 FC ボールに変わっている模様です。前半の40分が経過しました。あっという間に前半残り5分ということになります。山本さん、両サイドバックが上がったり、クスカミが降りてきたり、佐々木が開いたりと、やはり敵のディフェンスラインが多いところじゃないところでプレーをしようとしている、そうですね、イメージがありますね、下平、ナイスプレー、はい、ですから佐々木、これは後ろからのタックルを受けました、ファウルになりました。佐々木、クスカミ、戻して5人に囲まれたところ、関口、あ、前で呼んでる、佐々木が呼んでいる、どうか佐々木、ああ、ちょっと左手が伸びましたけれどもね、はい、もういいフィードになりました、筑波、おお、これは関口、うまい。まあ、攻撃の選手ですけど、ああいう迫力すごいですよね、はい、すごいですね、さあ運べという言葉が聞こえました。これはオフサイドありません。長澤、クスカミがニアに来ている、どうか、ボールは伏せ、もう一度宮澤、関口、伏せ、ここを打開するか。今ペナルティーエリア内に入っている南葛の選手はいません。逆に言うと中に飛び込んでいく用意ができている。直接打った、ポストの右、最後は下平のシュートだったでしょうか。少しずつ雰囲気が攻撃に出てきたという時間帯ですね、今の長澤のドリブルカットイン良かったですね、はい、2人の間、関口の前、これは浮いたところ、長澤、頑張った、佐々木、裏を使うところ、肩に当たった、伏せ、あっとよく相澤足を出した、裏を使う、フラッグ上がっていない、伏せてない、トラップをした、打った、ポストの右、危ない、危ないところでした。やはり縦にいいボールが入ってくるとこういった脅威になります、まあ、このハイラインでやる以上しょうがないんですけど、まあ、見てる方はヒヤヒヤしますよね、そうですね、まあ、木曜日と昨日の練習を見ても裏に蹴り込んでくるのでディフェンスラインが下がる、そうすると間延びする可能性があるので気をつけようという話をしています。長澤、佐々木がポジションを取り直す、これはラインを割りました、南葛のスローインです。この時間帯敵陣でのプレーの時間を増やしている南葛、44分に向かっています。クスカミ入れ替わった、佐々木が呼んでいる、足の裏で3人の間をクロスボール、これはゴールラインを割りました、力入りましたね今、はい、まあ、このキックはミスになりましたけれども、この上下動を繰り返して効果的に攻撃に参加してますね長澤ね、まもなく45分を迎えるところ、アディショナルタイムは1分となりそうです。まだ掲示はされていません。縦にボールを送る、おー、ナイス、相澤、下平がファーサイドにいる、しかし右を使う、伏せ、
今アディショナルタイム1分が掲示されました。45分を経過しています。伏せ相澤今野下平、さあここからです。筑波は最終ラインに5人がっちりとラインを作っています。おっと関口がポジションを変えている。右へ、さあ長澤、関口が呼んだところ裏から、悪くなかったけどな。三原くつかみ、右のアウトでコントロールして相澤へ。46分に向かっています。さあここをシュートで終われるかどうか。佐々木ボールを取りに行く。関口最後まで諦めません。ライン終わって、さあコーナーキックになります。今手元の時計で46分。さあこのコーナーキックをものにすることができるか、ファーサイドに下平と今野、ペナルティーアークに佐々木。いやーこう1点欲しいですけどね。さあ関口いい ボ, ーだ、いやボレーシュートー、惜しい。いやーこれは惜しいシュート、ボレーシュートミートはしましたがバーの上を越えていきました。前半終了のホイッスルです。前半終了0対0、南葛 SC と筑波 FC の45分は両チームとも無得点になりました。山本さん、この前半どうですか。いやでも、まあ、こちらもいくつかチャンスはありましたけども、はい、やっぱり相手の方が決定的なチャンスがあっただけに、まあ、0-0 は良しでしょうね。そうですか、はい、最後今野のボレーシュートという、はい、惜しいシーンでした。これはどうでしょう。いややっぱり入り方がうまいですよね。そうですね、うん、あそこのところにうまく遅れて入っていってるんですけど、はい、さあ後半へ向けての展望ですが、この前半を受けてどう見ますか。まあ、今日やっぱり暑いのも含めて交代がポイントになってくるかなと思います、はい、なんでかなり若い選手が南葛の方もそうです、ね、サブにいますんで、はい、まあ、そこら辺どのタイミングで出すかに注目ですね。まあ、南葛もゴールマウスを脅かすというシーンはいくつもありました。筑波 FC の強固なディフェンスラインに向かって佐々木、くつかみ、そして両サイドバックがアタックを続けた45分、両チームとも得点なし0対0で前半を終了しています。
第56回関東サッカーリーグ一部葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場から前期第2節、南葛 SC にとってはホーム開幕戦の、試合の模様をお伝えしています。気温が25度ぐらいまで上がるということで、選手もですね、水を飲む回数を増やしながら今日の第2節を戦っているという状況です。改めてですが、岩本 GM にお話を伺いますが、前半どのように見ていましたか？まあ、前半決定機の数では相手の筑波 SC の方が多かったので、はい、まあ、0-0 で、まあ、前半終えられたのはラッキーな部分もありましたね。はい、まあ、それでも選手などに話を聞きますと、裏を狙われたとしても、はい、南葛のサッカーをやっぱり90分実現したいんだというふうに話をしていました。そうですね、はい、うん、ですのでこういった、まあ、裏を取られる状況もあるかもしれませんが、つないでつないでポジションで点を取っていくという南葛の、残り45分の戦いが後半も見られるという第2節ホーム開幕になります。多くの方がですね、総合スポーツセンター陸上競技場ホーム奥戸に集まってくださっています。両サイドを見てみましても、ゴール裏日陰になっているところ多くの方がいらっしゃいますし、奥を見てみますと、スポーツセンターと書かれている大きな看板の下、本当に少ない日陰を利用して観戦をしてくださっている状況です。今両チームの選手たちが画面の手前のピッチサイドに出てきました。まあ、ここまで筑波 FC としては2015年から戦っている関東一部リーグの、プライドといいますかね、戦い方というのを存分に南葛 SC に見せつけているという状況です。南葛 SC の戦い、はい、前節筑波はボンズ市原と試合で、まあ、2失点して0-2で負けたんですが、はい、展開的には全然五分五分だったんですよね。もうセットプレートをミスからやられただけだったので、はい、なんでやっぱり本当こうすごい関東一部は拮抗してるなという感じがしますよね。そうですね、まあ、このレベルの高さがよくわかりますし、南葛 SC はメディアでも取り上げられる回数が多くて、まあ、非常に華やかに捉えられがちなんですけれども、関東一部を簡単に上がれないぞということでしょうね。うん、まあ、今日の試合見ても全然簡単じゃないですね。そうですね、JFL への昇格を目指している南葛 SC です。筑波 FC が先にピッチ上に姿を現しました。南葛 SC の、今ベンチサイドから選手たちが間もなく出てくるというところです。さあ、先に筑波 FC がピッチ上に出ています。あ、今南葛 SC のベンチサイドから気合の入った声が聞こえてきました。もし選手交代などがありましたら随時お伝えしてまいります。今、2時30分を過ぎたところで、だいぶですね、太陽が照りつけていて暑い、今一番一日で気温の高い状況になっています。ただピッチ上やや緩やかな風が吹いているということで、そこまでですね、蒸し暑いという状況ではなさそうです。小針ゴールキーパーコーチに話を聞いてみましても、最近雨が降っているわけではないので、この人工芝でも蒸したような感じはありませんねというふうに話をしていました。さあ、今伏せが首のあたりに水をかけています。関口が今後ろからまた同じようにボトルを手に取りまして、自分の名前の書いてあるボトル飲んでピッチに入っていきます。そして三原、まあ、メンバー交代ないですね。はい、そうですね、はい、両チームとも前半と同じスターティングメンバーで後半も戦うということになりそうです。一方で今南葛の選手たちの足元の影を見てみますと、相手の攻撃を受けると太陽が目に入る角度になってくるかもしれません。特にロングボールを蹴ってくるという戦いが後半も続くということになりますと、処理に少し太陽が目に入ってくるシーンもあるかもしれませんね。確かにちょっと日が下がってきましたね。はいはい、さあ後半のキックオフです。
宮沢からそして下平、これが宮沢です。中盤でもう一度くつかみ、今度が前に出る、ボールを奪いました。いやー今のを蹴るんですもんね。やはり今度も少し眩しそうにボールを処理している。あっとこれは故意のファウルではありませんが、どうでしょう、故意のファウルではありませんが、今主審が今日1枚イエローカードをもらっている今野ですが、まあ、後ろから行ったようにも見えてしまいますし、そこに選手がいたようにも見えます。今両チーム主審のそばまで寄っています。今選手たちと主審の距離を取るように、主審から指示が出ていますが、立ち上がりまだ1分を経過したところ後半です。はい、レフリーがポイントを指示しましたので、カードの提示はありません。ただやはりこういったハイボールの処理が、まあ、ハイボールというかもう何ていうんですかね、山なりの、はい、まあ、もうボールですよね。そうですね、まあ、パスというよりもまあ本当に何か事故を起こそうという感じのボールなので、結構対応が難しいですよね。はい、ちなみにポイント全然違いますからね。そうですね、角度的には非常に筑波 FC としてはチャンスになってしまう角度。大河原が、3枚の壁を設置するよう指示しています。大河原ニアを開けました。さあ白と青がミルフィーユのように重なって、クロスボールでファーサイド、これはそのまま流れたゴールキックです。さあここから南葛の後半のプレーぶりを見ていきましょう。下平、くすかみと宮沢が同じようなポジションを取っています。さあ伏せからもらったボールを下平さっと中に入れて、伏せの前、さあ浮いたボール、佐々木どうか、もう一度三原がちょっと今対応を気にしました。左手で太陽を遮ってパスを右に出す、そして関口、うん、後ろに背負いながら展開する。相澤クロスボール、佐々木の裏、これはボールこぼれている。クリアします。ここでいいポジションを取っていた今野、いやナイスカバーでしたね。はい、ボールがこぼれてくると予測をしてあのポジションを取っていました。今後にとっては当然のプレーなのかもしれませんが、うん、しっかりと相手のボールを奪うプレーにつながっています。長澤と伏せのボール交換、関口奪われません。右のアウトを使って三原、パスを出すと見せかけて縦に入れる。ここに楠上が降りてきた、佐々木が走り出す、しかし長澤を使う、うん、佐々木がポジションを後ろに少し2歩3歩下がって、もう一度伏せ、でもいい距離感でいいですね。左足のシュート、これは見事なシュート、宮沢の左足か、いいシュートになりました。はい、まあ、フィニッシュまでのつなぎも良かったですよね。はい、サイドライン際で関口が簡単にボールを奪われないというところから攻撃が始まっています。うん、さあフィニッシュまで行けるようになってきた南葛です。伏せ、くすかみ、くすかみと伏せがポジションを少し変えて、くすかみ流れを待ちます。伏せ一列戻りました。今野、佐々木走り出す、下平、その佐々木へ、相澤、右が空いてるぞ、下平、
今楠上が前線で靴紐を結び直しました。相澤、佐々木走り出す。その佐々木を使う。中で宮澤が待っている。クロス上げるか。ボールはどうか。下平、関口後ろにいる。関口縦を使う。ファーサイド楠上、まだある、まだある。伏せ、中に送る。スルーした。相澤ポストロリいやー、波状攻撃でしたけどね。いやー、これは思わず叫んでしまいましたが、ポストの右、いい攻撃でしたね。いやー、これ続けていきたいですね。はい、三原、いやー、身長差はありますが、やはりヘディングでしっかりと跳ね返していきます。後半に入って南葛がですね、自分たちの攻撃をうまく展開しています。今両者もつれるようにして倒れましたが、伏せと握手をして立ち上がりました。さあ、後半に入りまして6分ほど経過しました。プレイタイム51分を経過しています。さあ、このセットプレー、非常に高いラインを敷いていますが、裏のスペースを使われる可能性もあって、大河原前にポジションを取っている、これはゴールキーパーよく抑えています。さあ、攻撃が形になってきた南葛、何か変化があったでしょうかね。まあ、選手間の距離感というのはかなり意識しているかもしれないですね。これは長いパス、うまいトラップ、そして回り込む関口、関口をおとりに使って中を使う宮澤、ボールを浮かして、面白い、もう一度どうか、宮澤長澤があのポジションを取っていました。いやー、でも長澤良くなってますよ、はい。前半も悪くなかったですけどね、後半より積極的で、なんかちょっと自信つけてる感じしますよね。そうですね。さあ、この浮いたボールをどう使うか、中に今野、はい、あ、いいですよ。3人の間に落ちたところ、また浮かしてくる今野、相澤、さあ下平、佐々木が走り出すスペースを使う。その佐々木背負いながら、あっと、これはファウルになりました。トラップをするための右足を上げていて、まあ、バランスの悪いところで後ろからのタックルを受けました。さあ、この角度でのフリーキックになります。岩本さん、関口ですと右に巻いてくるようなボールになるでしょうか。そうですね、うん、はい、触らなくても入るような弾道のところにこう、はい、蹴ったら面白そうです、ね、そうですね。今、筑波のゴールキーパー水野は手前のポストのところにいます。そして、今関口の前に2人選手が立っていますが、これはもうフリーキックとしてはポジション距離を空けなければなりません。なんであれ2人だ、なんでですかね。さあ、おっ、これ関口のファーサイド右上の隅が空いてはいます。あ、ゴールキーパーがファーサイドにポジションを取った。どうするか。ゴール前ヘディングシュートは今野の上。いやー、いいとこ蹴ってますけどね。まもなく後半の10分になろうというところです。この10分は完全に南葛の時間帯でプレーが進んでいます。三原、さあ、ゆっくりとパス交換をして、相澤、少しずつポジションを外に開いている今野、縦には下平、下平がいて、伏せが寄っていく。少しずつ筑波 FC が前にポジションを取り始めた。これはライン割りました。どうでしょうか、この時間帯筑波 FC は南葛の攻撃に少し翻弄され始めている状況でしょうか。ちょっと受けに回ってますよね、はい、今ね。1点が欲しい南葛です。
相澤が最終ライン、おっと下平が出ている、下平オーバーラップヘディングで、あ、胸で落とした、チャンス、宮澤が右シュート、これも左、これもポストの左になりました。ペナルティーアーク、まあ、アタッキングサードに入ったあたりからのシュートの回数が多くなってきました、うん、そうですね。三原、あ、やはりヘディング強い、ここは紺の頭でいく、宮澤、伏せ、下平、佐々木が手前で呼んでいる、ワンツーつかん、アークつかみ、いや、とてもいい連動できますよね、はい、そうですね、うん、もうクスカミはスルーする気満々、佐々木は受ける気満々のコンビでした。そうですね、最初から下平のボール自体もそういう意図のボールだったんで、伏せ、はい、手に当たった、ハンドの判定はありません。さあスローインです、おっと選手を交代させます、筑波 FC 2枚替えになります。189センチの石橋オビオラを投入するという筑波 FC、 そしてフォワード登録の伊藤ですので、筑波 FC としては攻撃の2人を新たに後半投入するということになります。11番の宮本、そして7番の日矢岡がアウトということになります。まあ、前節は今入った2人はスタメンで出てた2人なんで、はい、まあ、逆に前節のスタメンメンバーに戻ったという、ね、なるほど、まあ、この13番のフォワード石橋オビオラ選手は、はい、まあ、高さもありますし、スピードもあるので、189センチです。ターゲットマンとしてかなり要注意。おっとヘッド、どうか、惜しい、クスカミ倒れながらも佐々木がボールを後ろに送りました。まあ、この石橋を入れてきた筑波 FC ということは、やはりまたロングボールでのターゲットマンになる可能性があるかもしれません。ここです、早速石橋を狙ったボール、ここは三原、取りに行く、出てましたね、はい、ライン終わりました。相澤、大河原、これ足元、おギリギリのクリアになりました。関口が競っていきます。よし、ナイス、お、三原走り出す、佐々木へのボール、どうか、抜けない、惜しい、まだある、まだあるぞ、宮澤胸で落としてボールを落ち着かせない。さあ関口、クロスボール、右足のシュートは、あー、ポストの外、入ったかと思いましたけどね、あと少しのところまで来ています、あと少しのところまで来ています。このクロスボール、いや、2人いましたからね、後ろにね、下平、関口の素晴らしいボールでしたけどね、いいボールでした。まもなく60分に向かうところ、後半も15分を迎えるというところですが、この後半の立ち上がり15分は完全に南葛 SC の攻撃が見事に展開されて、あ、ゴールポストが動いてしまいましたね、先ほどのシーン。今ゴールキーパーの水野と主審が2人でゴールを動かしました。さあ、ただいい時間帯が続いているだけに、はい、ここで1点欲しいですね、是が非でも欲しい、はい、ただ選手たちはこの時間帯攻撃うまくいってるぞという実感はあると思います。三原、おっと倒れているが、あっとライン割っていない、石橋が中にポジションを取り直す、石橋ファーサイド足を出す、相澤かわされた、あーっとゴールキーパーよく抑えた、大河原まだボールがある、クロスボールファーサイド、体を入れる関口、ボールを取りに行く南葛、ライン割って南葛ボール、いやー、ナイスキーパーでしたね、いや、よく触りました、大河原ビッグセーブになりました。
しかし大きなチャンスの後にはこういったピンチがやってくるということで、今岩本 GM も話していましたが、得点機で得点をしなければならない、ここが重要です。石橋中に送る、相澤中へ、これは今野落ち着いて縦、お敵陣入るところ、関口、佐々木が前にいる、ファーサイドに楠上、中を使う宮澤、右足で左足でシュート、いやー惜しい、これも惜しい、これ惜しい、ミートしませんでした。ただ惜しいところまで来ています。いやー、いいつなぎでしたし、宮澤のラストパス優しかったですけどね、はい、さあここで石橋と三原、きついですね、厳しいですね、いやー、三原が167センチで石橋が189センチということで、まあ、20センチの差はあるという両者です。そして今サブのメンバーが用意をしています。19番の玉城、伏せに変えますか、まだ交代のタイミングではないということで、そうですね、伏せに変えますね、はい、まあ、前節は、はい、伏せと玉城のそうでした、ボランチコンビがスタメンでしたけど、はい、さあここはいい角度になります。太陽が気になる角度でもある大河原、先ほどビッグセーブを見せた、直接狙ってきてバーに当たりました。しかし大河原もしっかりとコースは読んで、ゴールマウスの中に入れさせない体勢は取っていました。ここで選手の交代です。19番の玉城が入ります。いや伏せも良かったと思いますけれども ね、 そうですね、はい、まあ、かなり、はい、潤滑油のそういうプレーができてますよね、はい、まあ、プレーエリア広くいろんなところに顔を出していた布施です。岩本さん、この19番の玉城を入れた意図はどのあたりにあると思いますか。まあ、より前に推進力を持たせたい、はい、まあ、玉城かなり攻撃的にもいけるボランチなので、はい、まあ、そこの縦のボール含めて前により行きたいっていうところですね、はい、まあ、布施は技術がとても高いので、はい、ボールを失わないんですけれども、やっぱり前の迫力、推進力ということだと玉城の方が、はい、合ってるかなと思います。つまり攻撃に厚みを加えたい南葛の交代の意図があります。下平、相澤から、宮澤へは届きません。ここは今野、三原、んと手が顔に当たってしまったでしょうか。三原、あっとこれはこれ距離を取っていないということもありまして、もう一度やり直しになります。ただちょっと気温と同じく暑くなり気味な感じはあります。これはセカンドボール、玉城、そして佐々木、打つ体勢か、パスを出す、ヒルで下平、石橋、本田が後ろから圧をかける、左を使います。これは長いボールを使いましたが、オフサイドエリアにはいましたが旗は上がっていません。相澤、下平、佐々木、佐々木です。少し手が出たようにも見えましたがプレーは流されています。今野、相澤、
これはパスが出た瞬間にオフサイドエリアにいたという、あっと石橋と相澤がやり合っている状況があります。握手というかハイタッチでもなく手を交わしました。実は先ほど石橋と最初に今度がコンタクトをした時にちょっと手が出たような感じに、なってしまったということで少し熱くなっているきっかけになったプレーはあります。後半の20分を経過しました。後半は軟活な攻撃の形をいくつも見せています。右へ佐々木が待っている、後ろに宮澤もいる、切り返してクロスを上げるか、ドリブルでいく、中に上げる、拾いたい、これはコーナーキックに逃れました。いや相手も苦しいですよ ね、 苦しいですね、今のクリアの感じ見てると、はい、ここ続けたいですね。さあここでいやーセットプレー欲しい、苦しい時に今野がゆっくりとファーサイド、佐々木もファーサイド、こぼれ球の位置には相澤がいます。さあ今野と佐々木、今野がニアで裏へ、後ろから三原が打ってきた。いやナイスプレー、ナイスプレー、もう一度コーナーキックになります。そして南葛の今このおっとゴールキック、いやいや、ね、最後三原に当たりましたか。え当たってないですよね。今このタイミングで11番のクスカミと関口が交代ということになっています。どう考えてもこうなんですよね。結局ゴールキックに変わりました。ここで中村と森山が入ります。中村も中村翼までセットしましょう、はい、中村翼でいきましょう。いい名前なんで。わかりました、はい、いやお父さんが本当にあのキャプテン翼から取ったみたいな、はい、そうみたいですね。さあ中村翼が左サイドに入っています。下平の前です。森山と中村翼を入れました。石橋、石橋と今野、あっと中へこれを取った。中村それ危ない、翼、翼、相澤、三原、さあ筑波が戻ります。下平、中村翼、中へ、そして右縦に送る、中4枚いる、南葛、これはファールじゃないの。後ろから取りに行く、相澤、うまい、かわしたところ、さあリスタート早く、今野、中村翼、佐々木、あとボールを取りに行くところかわされてしまった。しかし三原ナイスカバー、大川原、佐々木、前に森山、中村翼、下平とポジションを交換している。右を使う相澤、どこから攻める、パスをつなぐ中村翼、左に下平、でも中村翼いい入り方してますよね、はい、うん、相澤縦、森山強いクロスボール、これはボール浮いている、このボールに競っていく玉城、うん、中村翼、これはカットされました。しかし玉城、相澤浮かしたボール、佐々木胸で落として右足のシュート、
もう一度、これはどちらの、選手全体の動きを見ますと南葛側のファウルになっています。森山の足が当たってしまったでしょうか。そしてこのタイミングで飲水タイムということになりました。プレイタイム70分を超えてきました。あと残り20分というところですが、山本さん、この後半の立ち上がりからずっといいプレー続いてますね。そうですね、あと少しというところまで来ています。決め切りたいですね、これをね。決め切れるかどうか、暑い状況が続いているということもありまして、しっかりと水分補給している両チームです。パスをつないで敵陣に入り、敵陣でプレーを続けている南葛。一方、筑波 FC は石橋を入れて189センチをターゲットにして、きっかけを作りたいというところですが、現在は南葛のディフェンス陣中盤がうまくそれを回収しているという状況です。さあ、飲水タイム、審判の皆さんも口を水で潤しました。そして筑波 FC、 このタイミングでまた同時に2枚交換ということになります。10番の菅谷、そして24番郡公平を投入します。関東一部リーグは5人までの交代が可能です。さあ、残り20分を切りました。南葛の攻めが筑波 FC のゴールマウスのそばまで近づいています。三原強 い, い, やいやよくヘディングで競り勝ちます、はい、佐々木右足で切り返してコーナーキックです。中に森山がいましたが、最初のタイミングで打ちそうでしたけどね。そうでしたね、角度のないところですが、ファーサイド、関口が交代しましたんで、宮沢のショートコーナー、クロスボール、ファーサイド、ヘディングシュート、どうか、佐々木、あと1人選手が倒れて、もう1人選手倒れている。それぐらいのセーブでしたね。そう、ビッグセーブでした。今主審が時計を止めるというジェスチャーを見せました。担架が要請されていませんが、今担架はピッチサイドに準備をしています。主審はその担架を止めています。下平のヘディングシュートよく止めたということになりますが、佐々木でしたか。さあ、中村翼、下平、中村翼を使います。スペースを空けた下平、クロスボール、石橋、後ろから今野、おっと、これはファウルになった。カードですね、今ね。これは石橋にイエローカードです。今ちょっと左の太もも、膝のあたりを抑えています。玉城、変わったばかりの玉城です。どうやら大丈夫なようです。宮沢と相沢がボールの後ろに立っています。今野がポジションを前に変えました。
さあどこを狙ってくるか。一番手前に中村翼、浮いたボール胸でトラップして佐々木の左足、もう一度縦へ送る。このボールは相澤、下平、森山が動き出した。右を使います。トラップ、宮沢が呼ぶ。おっと手が出た、手が出ました。さあこのエリアからのフリーキックになります。チャンスが続いている南葛 SC。 今筑波は13番の石橋も戻してゴール前を固めます。混戦の中から押し込むことができるか。いいボールだ、パンチング、右足のシュート、惜しい。玉城の右足のシュートはバーの上。いや、いいボールが入りました。いいボールですね、はい。そして南葛も選手を変える模様です。もうこれで最後の交代ですね、はい。16番の新と23番の龍、どっちも新卒で入った選手です、はい。今日は7人中5人のサブが新加入という南葛 SC です。下平、浮いたボール佐々木の前、クリアになりました。ボールを取りに行く中村翼、切り返してニアに森山がポジションを取る。いやー、惜しいシーンの連続なんですね。そうですね、クロスまでは上がっています。あとはフィニッシュに持ち込めるかどうか。一歩一歩得点に近づいている南葛 SC。 おっと、これは入れ替わられた。右足のシュートになるか。おー、ゴールキーパー抑えました、大川原。こういったシーンは耐えなかなければなりません。下平、中村翼走り出す。これは足がかかりますがファウルはありません。下平体を入れて、これはファウルになりました。おっと、これはまたポジションを、フリーキックの前に選手の交代と。カードですけどね、わざとあそこにいるんだ、はい。ちょっと相澤と石橋のあたりが加熱しております。ここで佐々木が交代、そして長澤も交代になります。さあここで龍、そして荒が入りました。ここでの龍の高さは活かせるんじゃないですか。そうですね、セットプレーでは活かせますね、はい。龍に当てて誰が蹴り込んでいくか。龍は公式戦初出場ですね、はい。リーグ戦もちろんデビューなんですけど、はい。ポイントが違うということでしょうか。さあファーサイド、アラもリーグ戦は初、そうですね、初出場です、はい。まあ、南葛 SC デビューということですね、2人とも。まあ、アラは作戦はあります。ファーサイド、リュウ、ヘディングシュート、強さを見せます。すごい迫力でしたけどね。迫力ありますね。これ決めてたらかっこよすぎましたけど、ファーストタッチでヘディングシュート。さあ龍は右サイドバックに入りました。そしてアラはトップの位置に入ってるでしょうか。そうですね、はい。後ろから森山、現在は森山とアラの2トップ、そして左に中村翼、後ろからボールはオフサイドになりました。笛が鳴っても律儀にヘディングで返しました大川原。ポイントが随分違うということになります。さあ80分、残り10分になりました。
後半の35分、下平、さあこの10分で得点を上げることができるか。中村翼、筑波 FC からの新加入、古巣と戦っていることになります。これはナイス、三原動き出した。今アラが動き出して感じていたパスが届きましたが惜しくもカットされました。さあここからボールを奪ってアラ、待て、ここ中村翼、ボールは、これはファウルになりました。中村翼に話を聞きますと、やっぱり関東一部は綺麗なサッカーも必要だけれども最後は泥臭く戦わなければならないという話をしていました。まさに1点を奪い合う泥臭い戦いは必要となります。残り10分、今度もう一度、おっとアラが後ろから、これは逆じゃないですか、逆でしょそれ。さあ後半も37分になるところ、残りは10分を切っています。第1節は1対1の引き分けだった南葛ですし、去年は関東2部ではありましたがホーム開幕では勝ち点3を奪っている南葛ですしです。関東一部に昇格して2戦目、ホーム開幕を迎えています。ゴールマウスまで襲いかかっているがなかなかこじ開けるところまでは行っていません。3人が同時に走らし出した、アラから森山、森山の後ろ、森山シュート打った、ゴール前、アラ惜しい、惜しいですね。あと少しです、あと1メートル。高い位置からボールを取りに行きます、森山、おー、ナイスランニング、ボールはラインを今割りました。あそこで蹴られるのとスローインでプレーが始まるのとでは大違いです。相澤、石橋、ここは南葛ボールに変わります。手元の時計で残りは7分、後半は圧倒的に攻め続けている南葛、1点が欲しい。龍、ナイスボール。さあ森山、中に3人が集まった、龍がオーバーラップ、これはいやー面白い、あっと三原、これはラインを割りました。今龍の見事なオーバーラップでした、迫力がありました。おっとナイスカット、龍は入りがいいですね、ナイス。さあ森山から中にアラ、そして相澤、おっと中村がいる、龍後ろから龍、うまい、かわした、ナイスターン、あっとボール引っかかってしまった、これはオフサイド見て南葛ボールを取り返しました。三原、今野、激しい戦いになっています。下平、縦に走り出す中村翼、いやこれは続けたい、続けたい、蹴り出すだけ。さあ下平、あら、これはスローインになります。まもなく85分、残り5分になります。
ロングスローを入れるでしょうか。森山が近づいていきます。中村翼、森山ヘッドで落として、玉城落として、あと惜しい。これは龍を追いかけますがラインを割ります。85分、残り5分を切りました。ボールを奪い返しました。中に送る、ターンするところ、奪えるか。前線チェックに行きます。これは2人がオフサイドエリアにいる。さあここから組み直します。相澤、龍がオーバーラップ、今野、左下平、中村翼が動き出す。そしてここに荒がナイストラップ、中に入れる。これはもう一度起き上がって足を出す、下平、中へ、下平、中へ、中村翼、今野、ここは勝負だ。止めなければならない、後ろから今度は1枚イエローカードをもらっている。中に送る、大河原、残り5分を切っています。最後の打ち合いになるか。中村翼、裏に送った、宮沢か。さあ宮に荒がいる、森山の裏に荒が走り込んでいたところ。さあ宮沢のコーナーキックです。残りは3分を切りました。攻め続けている南葛、ゴールが欲しい。今野がゆっくりと上がっていきます。風は画面左から右、巻いて戻ってくるようなボールが蹴り込まれる可能性が高い。コーナーキック、今野だ。相澤、おっと、うまくかわした、ふわっと浮かした、森山か、ポストバミー。最後は下平ですかね。下平ですね。いや惜しいところ、ポストの右。いやまだ時間ありますからね、はい、残りは手元の時計で2分です。龍、高さがあります。これは体を入れ替えて、強い、あっとこれはオフサイド。その前にやはり龍がしっかりとコンタクトをしていたということで相手に自由にさせませんでした。さあ相澤、下平がまた上がっていく。下平には先ほどのヘディングの感触が頭に残っているでしょう。中村翼、切り返してクロス、あっと、あ、そして筑波 FC もこれで最後の交代になるでしょうか。25番、桑田を入れます。さあ手元の時計で残り1分です。ゴール裏の南葛サポーターからも手拍子の応援が続いています。お、自分で行った、中村翼、後ろから背負っているが強い、4人を背負っている。これはファウルは、うん、ありません。今度と三原、さあもう一度相澤、右を見て岡原を使う。龍、まもなく90分を迎えるところです。さあ今度縦へ、下平、甘い、中村、縦へ繋いでいく、ボールの上に乗った、もう一度三原、トラップするか、これ
おお。さあ今度から早いリスタート。アラが走り出した。そのアラを見た。オフサイドはない。アラ胸で落とす。後ろに下平、下平を使います。少し大きくなった。クロスで要求している。ゴール前、コーナーキックになります。90分を経過しました。アディショナルタイム4分。アディショナルタイムは4分あります。さあコーナーキック、ここは決めたい。ファーサイドに龍が控えています。ゴール前、直接いった。目の前を横切るボール、誰も触らずゴールキック。触りたかったですね今のは。触っていればゴールというシーンです。アディショナルタイムは4分。今91分まで経過しています。さあ、あと少しのところまで来ている。あと最低2回でも攻撃の形を作りたい。中村ドリブルでいく。左サイドにアラがいる、うん、ファーサイドアラがいるぞ。ヘディングシュート、まだある。宮澤、ライン終わった。ゴールキックに変わります。92分になるところ。アディショナルタイム4分です。まだあります。相澤龍から、さあここから前を向きたい。下平、あっと玉城、今南葛の選手たちが5人前線に張りました。さあ相澤、またアラが走り始めた。それを見てトラップした。打開できるか。これはライン終わりました。南葛ボール、相澤が上がってきた。中村翼へのボール、これはそうなんですね、コーナーキックになりました。さあアディショナルタイム間もなく3分を経過します。先ほどは今野、龍、そして下平がファーサイド。ファーサイド、これを三原どうするか。頭でいく、宮沢、今度が上がったままだ。ボール奪われた。右のスペースにいる。2人重なった。ここは守りたい、戻りたい。南葛 SC、よく時間かけさせましたね。戻りました、戻りました。クロス入れる。さあ残り30秒を切りました。手元の時計です。龍、今5人の選手が南葛、いや急ぎたい、上がっていく。下平、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 今ボールに行ったという判定。ここで試合終了のホイッスル。ここで試合終了となりました。最後ビッグチャンスを迎えましたがシュートには至りませんでした。後ろから行ってたと思うんですけどね。0-0、スコアレスドローとなりました。ホーム開幕戦、南葛 SC 対筑波 FC の試合。いやー岩本さん、90分戦い抜きましたが、この試合どんな感想を持ってますか？いやまあ、前半相手の方がいいシーンもあったっていう中で迎えた後半でしたけども、はい、後半は本当に終始いい形を作れていて、いで前節課題出たその全体の
フォワードとディフェンスの距離の間延びしてしまうのも、はい、かなり解消できたので、まあ、あとは結果だけ欲しかったですけどね。いやあと少しで、まあ、ゴールに結びつくというシーンがいくつもありました。また収穫としては後半から入った新加入の選手たちが非常に存在感を発揮してましたよね、はい、そうですね、まあ、このあたり南葛の次の関東一部での初勝利はお預けということになりましたが、勝利に近づきつつある南葛のいいプレーが随所に見られました。そして岩本さん、有観客ということでね、はい、お客さんへの、まあ、感謝の挨拶に行くというこのシーンどうでしょうか。いやそうですね、こういうのも本当見るの久々なんで、まあ芝席は初めてなんで繰り返しますが、はいはい、まあ、今0対0スコアレスドローではありましたけれども、挨拶に行って拍手の歓迎で今南葛 SC の選手たちサブのメンバー交代した選手も含めて今サイドラインに並んでいます。サポーターの皆さんも立ち上がりました。こういった有観客のシーンが、まあ、何度もこの後見られるでしょうし、多くのサポーターの力が南葛 SC の選手たちの背中を押すということになります。さて山本さん、最後この2試合これで連続で引き分けということになりまして、勝ち点は2と合わせて2ということになりました。この後の展望に向けていかがでしょうか。そうですね、まあ、まず負けてないっていうのは全然いいことだと思うんですけども、はい、まあ、でもやっぱり本当どのチームも強度は高いですよね、はい、関東チーム。そうですね、うん、簡単にはゴールをこじ開けることができません。勝たせてもらえないという状況は続いていますが、南葛 SC らしいサッカーを見せることはできています。あとは得点結果だけということになります。そうですね、本当にワクワクこうしてもらえるようなサッカーを後半はできてただけに、はい、得点を失ったところですけども、まあ、次ですね。そうですね、第3節は4月17日日曜日11時午前のキックオフということになります。第3節はエスペランサ SC 対南葛 SC、 この試合は保土ヶ谷公園サッカー場にて行われます。この試合もライブ配信を行いますので、ぜひ、応援をよろしくお願いします。ホーム開幕戦第2節となりましたが、0対0スコアレスドロー、南葛は2試合連続の勝ち点1を獲得するということになりました。この試合の解説は岩本義弘ゼネラルマネージャーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。